これがまあメッシュフェンスで、はい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 、こう入り口が来ると入り口開くようになる。多分余るからちょうど切って残りでここ防げるかな。もう初日フェンス組んじゃって、うん、かぼっちゃっといて、はいはいはい、でモルタルで固めて、はい、で固まったらまた次違う日に来て上張って下げ、あ、質化で質化で終わる感じ。はい、こんにちは、金戸です。東です。ということでいよいよ、はい、東君に庭を作り広げてまいりました。待ちに待ってました。もうね、多分ね、今動画的には、はい、北郎さんの回をやってて、はいはい、昨日迫るを上げたくらいなんで。いや、もう暗記症すごかったねっていう。多分この動画の1ヶ月後ぐらい、はい、この後もう一件あ、そう、そう、そこまでちょっとトータスドラゴンさんのところまで終わって、はい、これかなみたいな。いや、もういただきました、この T シャツ。大変かっこいいですね。あ、そうだね、後ろバージョンと発汗性のいい素材なので、うん、いいから。もう今日はこれだなと思って、うん、正解正解。何ですか、この水平飛ぶやつですか。あ、そうそう、これで見おー、これレーザー。あ、そうそうそう、あ、すげえ、線出てる。2メートルのところ、縦の線がね、この辺だね。ここに今線がいいとこですね。この辺ですね。この辺。2メーターぐらいだね。こういうものが気になったんですけど、それで、うん、何掘るのかな。ここは確か基礎があるかな。そうそう、基礎に飛びちゃって、あ、で、ここのブロックにも取り付ければいいかな、はいはいはい、おお、基礎用のやつなんですね。そうそう、取れると、穴掘り用になったのに。え、掘ってみる。やってみる、うん、こんな感じで、はい、すげえ、穴が掘れます。じゃあ東君、多分簡単なところに、そっちにまた基礎があるかもしれないから、はい、あと2メーターぐらいのところに、はい、どうぞ。はい、そうそうそう、はい、あ、こう入れて挟むの、ハサミみたいな。そうそうそう、案外大変力しみ、はい、そんな感じです。力が割れる、あの大事な門扉の柱が。でも掘れるのが、掘るの簡単。あ、ここは門扉の柱じゃない、門扉の柱、門扉の柱、門扉の柱、くっしー、どうすか、まあ、とりあえずそんな感じで結びましょう。わかりました。寸法がマジか、あれだな、カタログに、カタログにでしたっけ。あ、待って、寸法120、卵、うん、
対、うん、作れねえ俺、うん、門の扉がつくから重くなってんのか、しっかりしてるのここにあるね、あ、これも重いな、あ、そういうことか、え、それとそれってこと、重いんだ、あこれが文様だ、うん、ちょっと知らないメーカーのやつとりあえず全部一個ずつ見てこうで、ね、トムさん家は一枚物だったんですけど、二枚物だから二枚物なんで、どう思う、こうつくみたいな、はいはいはい、ついて、もう一枚こうつく、はいはい、こういう感じなタイプです、うんうん、で、この状態で組んじゃって一回入れちゃって、でもその高さに合わせて、あ、固定フック、そんなんでいいんですか、うん、そう、意外とシンプル、ドライバー使わないよ、はい、ちょっと張り切ったの充電しといた手作業です、ね、あの使わなくはない、今使えないわけじゃないんだけど、使わせてあげて連結する場合裏通るんで、で締めてもらって、でも手で締まる程度でとりあえずいいんで、うん、仮止めこう、こういう感じで、はいはい、ちょっとやってもらいます、わかりました、真夏だとね死んじゃうね、金具が焼ける、うん、せーの、はい、じゃじゃーん、なんか YouTube っぽいまだね、緩くていい、でこれを基準に高さどう？高さちょうどいいですよ。下が今あ空いてるじゃない？はい、ここはまあ波板で、はい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 、めちゃってよければ。はい、結局ここ亀脱走防止で波板下にやるんで、ちょうど2メートル2メートル巻いて大丈夫ですよ、逆に隣のあれなんで、そうなんだ、あんましこっちに隣さんだから触れちゃうと良くないで、そうしましょうか、はい、東くんの巻田が、俺の巻田先生です、充電はマックスにしてる感じ、先端がキリン、キリネジってやつでした、へえ、うん、そのまま止められる、 鉄も、はい、コンクリートビスなんで、ボッシュあの長くて、うんうんうん、いいんだか悪いんだかしまうときめんどくさいんだけど、まあでもだいたい延長コード使うから。ボッシュはね、なんといってもこのアタッチメントが、はい、まあ、ちょっと。かっこいいっちゃかっこいいんだけど、はあ、慣れないと入れづらいくて、ボッシュ好きな人はボッシュ好き、ハンマードリル系はいいね、
軽いし、これね、コンクリートブロックも入れるからね、踏めない普通の人こういうところに踏めれるから、まあ、亀の人は屋外でケージ作りたい人はいいかもしれない。あと最後ここちょっとモルタルで、あ、はい、最後出ればいいでしょう。ね、美学増やせるな。そう。下に。コロナリウム買っちゃおうかな。待ってね。で縛っちゃう。あ、そっちだったってこと？うん、じゃなくて、長いに違うから長いに使っちゃって足んなかったら考えようとか。最近でも1、2、3、4、5、2、3、このなんかね、謎の謎の部品がさ、センスさえあれば、うん、まあ、最後こういうふうに運んじゃえば、うん、全然俺も使えれば一部正規になるけど、ね、部品がないんで、じゃあ、お疲れ。じゃあ、じゃあ。あと頑張って。あと頑張って。ちょっと邪魔か。うん、大丈夫、大丈夫。すげえ。すげえ。イメージ通りですか？うん。届かねっす。舐めてるかもしれない。うん、できてきたね。できてきた。よし、これちょっとモルタル、これをいっちゃいます。こんぐらいで、こう、これやりづらかったら扉開けちゃった方がいい。あ、うまい。ぎこちないですが、どうですか？俺が作ったケージ。トカゲ飼ってた頃は DIY でケージとか作ったんですけど、どん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 ミスが発覚して、そうやってか賢くなっていくんだよ。で、最後DIY にハマるんですけど、最終的に、買った方が早くね。あ、それは大人のやり方だね。大人のやり方だよ。工夫するのが楽しいんだよ。いや、最初はもうその考えだったんですけど、もうだん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 、あー、めんどくせえな、買っ
った方が結構安くて早かったりするんですね。前は木安かったからいいんですけど、そう材料高いよね。木が高くなって、で材料費とかいろいろ考えたら、あれ木ずと変わんないんだっていうのが、そこで裏寺にデビューしました。はい、これでこうやって、ああわかりました。ガチガチに内側の、やってもらえるとこれ変わる。入れたのはお前だろうと思います。いけるやつ。いや出てる出てる。全部ガチガチにしちゃっていいんですよね。え？うん、ネジはもう今ついてるのは全部締めてもらえる。やってるからさ、お菓子作ったりとかさ、できるはずなのにさ、絶対やらない。普段刃物使ってるからさ、包丁も使えるはずなのに絶対やらない。やべきさんかな。やべきさんかな。だからこういう柵つけなきゃなっていうことを言ってたから、絶対需要があるはずですよ、どれくらいのさ、その敷地にもさ、場所にもよるんだけどさ、庭にいたら警察だよ。さあ、ドッグランが完成しました。ここでいっぱい遊びたいと思います。俺のドッグラン。ドッグランで。俺のドッグランです。これあの水で入れるだけで配合しないでそのままもう燃えたりね。参加してみる。参加してみる。え、回さなくてもどうですか。あ、いや、もう混ざっちゃってるんで。水入れるだけ。あ、俺それやっていいか。参加参加。おおおおおおお。これなんか俺間違ってることしてます。なんか違います、この回すように全部ここの方の奥の方に押しちゃった方がこんなぶつかっていいんですか。子供かい。それでなんかいい感じになる。今開いてるんだけど動くから一日朝になると固まってるから。これを色塗って。本当はあの芯やると鉄だから、まあ基礎立ち上げてやる場合もあるんだけど、もうそんなに。
切り係ってそういうことですね。そうするんで、そう結構ね、いっぱい胸見ちゃう。30センチで、こう差し込んで。わー。と目隠し。くるくるして。こんな感じでいいんですか？回してっちゃえば閉まる。あの、円の。入れてくれるとケース入れます早い、ね、ちなみにこれは作りました。売ってません。東区のためにどうですか？この穴開けるやつ。今回のために。やってわけじゃない。いつもの商売なんです。なんとか立ち上がった感じで。あ、動きます。今や、うわ、動く。いい感じっす。ここで鷹買います。鷹東くん鷹始めます宣言。キリンジ。もうキリンジって聞こえた。キリンジも持ち歩いてるの。OK ですか。じゃあ、今日はここまでです。マキタありがとうございます。あ、すいません、俺のマキタでした。これってここはどうします？屋根かけた後に考えようと思って、あの余ったメッシュフェンスで、まあ、こんな感じということで、はい、今日はここまでです。ありがとうございました。また次回は天井を張って、はい、だからこれは二部作になる。2部作で2部作3部作か分からないんですけど、はい、編集してみないと。ただこの動画ができた時にはもうとっくに完成して、はい、ここがきっとカメゾーンでワキワキしてるんじゃないか。でピカクかけて、ピカクがバーッて、それまずはちょっとドッグランで、ドッグランで当分はドッグラン、当分ドッグランで水の浅い場に入れます、はい、ということで、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。それではまた次回の動画で。バイバイ。バイバーイ。